扉が開くわ。どういうことです？誰かが中に入ったってことだと思うんだけど。私たちも入ってみる？中はとんでもなく寒いわよ。覚悟して、マグノリア。相変わらず外よりも寒いのね、この城は。来たことはあるんですか、イデアさん？うん、アニエスやティズたちと一緒にね。あれは？アナゼル。落ち着くんだ、イデア。慌てず周囲を捜索しよう。あれ？この絵は。ヨーコ？アナゼルは？ヨーコを撃って言ってたよね。久しぶりじゃのう、右大臣よ。あ、ヨーコ？
ヨウコ、あんたアナゼルをどうしたの？待つんだイデア。賢明な判断じゃの。落ち着きたむれ、おてんば姫。仮面の男は無事じゃ。どこぞに逃げおせおったわ。それにの、今回はそなたたちをどうこうしようとは思っておらんぞよ。ここは吸血鬼城、またの名を真実の館。知りたいものが知りたいことを知りたい分だけ知ることができる館。どうじゃ、そなたたち真実を追求するかよ。ならば階を上がってくるがよかろう。ただし相応の力は示してもらうからの。ティズ、エンカウンターの力はこの館では無効じゃ。いかにルクセンダルクの神の力とはいえ、所詮は後遺症のようなものに過ぎん。ここは私の管轄じゃからの。勝手なルールはまかりならんぞよ。のう、そなたたち、真実とは自分の力で得るものじゃ。上の階で待っておるからの。あいつ何言っていたんだ。あんな奴の言うことなんか相手にすることないわ、ティズ。アナゼル、大丈夫かしら。これがいつも法王がやっている。アナゼル、よかった、無事なのね。ああ、危なかったな。ギリギリセーフだ。もう一人で無茶しないでよね。どれだけ心配したと思ってるの。あ、もうバカ。でもどうする？アナゼルの無事も確認できたし。ええ、何も誘いに乗ってやることはないわ。上の階に何があるか分かったものじゃないもの。そうだね。真実か。
遅かったのう。それでは話して信ぜよう。第一の真実、野心深き者の話。私が最初の眠りについてからどのくらいの時が流れたのだろう。気がつくと目の前にあの男、私を呼び覚ました野心深き者が立っていた。私が眠っていた祠を探索に来たのだと言ってな。そして今より20数年前、野心深き者が私を迎えに来た。男は連れてきていた幼い娘に私という存在を移し、本来の目的を遂げた。男の目的は、長い間祀られ続けた私に納められた副葬品、財宝の山にあったのだ。男は船団を組み、ガテラティオを目指して意気揚々と出航した。娘が恐ろしい死病に感染していることになど全く気づかぬままに、出航して間もなく娘は高熱を発し、船団は最寄りの港に寄港した。野心深き者は出航をせかしたが、娘の祖父でもある船団の主はそれを拒否した。娘に死病の疑いを持った者は娘の移送を禁ずるよう教団へ訴え、対して野心深き者は娘の帰国を急がせるよう教団へ訴えた。双方の思惑に教団総本山は大いに揺れ、とあるエクソシストの派遣をもって事態の解決を図った。エクソシストガイストによる娘の悪魔払い、移送反対派は儀式の継続により移送を阻止できると考え、移送推進派は型通りの儀式により出航の名分を立てようと考え、双方とも儀式の開催を歓迎した。そして愛情深き者、欲深き者、慈悲深き者、野心深き者、さらには見識深き者の思惑が一致して、史上稀に見る罪深き裁定が下された。儀式が終わり、船団は出航したのだ。ガテラティオを目指して死病を撒き散らしながら、野心深き者、そして私を迎えに来た男、その男の名はグリード・ゼネオルシア。ユウ、そなたの父親じゃ。何？世界疫病の原因が父さんだって言うのか？信じられぬという顔をしておるの。ほれ、そなたの父の手記じゃ。さあ、さらに真実に近づく勇気はあるかの？私は上で待っておるぞよ。待て、ヨコ！
遅かったのう。ちゃんと式は読んだのかや？まあ良いであろう。第二の真実、これは罪深き最低の話であるぞ。エクソシストガイストによる娘の悪魔払い、娘の移送に反対する見識深き者たちは儀式を長引かせ、疫病の拡散を遅らせようと考えた。焦りを感じた欲深き者と野心深き者は結託し、様々な妨害を試みたが、ガイストは負けることなく悪魔払いを続け、娘の容体を教団の医療省に詳しく報告した。そしてとうとう教団の医療省が娘の移送を止めさせ、隔離治療を命じたのだ。しかし、それでは終わらなかった。教団内の欲深き者は、慈悲深き者に訴えた。哀れな娘に、教団が誇る先進医療を与えるべきだと。また、野心深き者も、愛情深き者に訴えた。娘の治療を、教団総本山で行うべきだと。そしてついに、愛情深き者、慈悲深き者の考えが変わり、戦団に帰国令が発せられることになったのだ。娘を乗せた戦団は、ガテラティオを目指して出航した。莫大な財宝を積んで、ゆっくりとした船足で、いくつもの港に立ち寄り、死病の種をまき散らしながら、やがて戦団が、三つ目の大陸に差し掛かる頃、一報が入ってきた。最初に立ち寄った大陸で、死病が流行していると、グリード、すなわちユーの父親は、ガテラティを目前にして、船員たちに酒を振る舞った。毒入りの酒を。船員たちは死に、船のほとんどは沈められた。財宝も、娘も、その祖父も、エタルニアにだけは死病を持ち込むなと、教団からの命令があったのかもしれない。かくしてグリードは、ガテラティオに凱旋したのじゃ。船団の大半を沈めたにもかかわらず、教団の財政を立て直すのに十分な財宝を納め、教団内での地位を盤石なものとし、翌年には長男を得たのだぞよ。デニー兄さん。そう。そしてエタルニアの地にも、世界疫病の猛威が忍び寄っておる。ほれ、これがグリードの手記じゃ。よく読んでおくがよい。さあ、さらに真実に近づく勇気はあるかの？私は上で待っておるぞよ。Thank you.
遅かったの。ちゃんと式は読んだのかや？まあ良いであろう。第三の真実、これは世界疫病、その陰での話じゃ。原始病はエタルニアの東に上陸して、辺境の村々を飲み込んでいった。愛する者の死を悼む声が響き渡った。嘆きが山々にこだました。やがてそれさえもが消え去ると、音のない白い世界が広がった。悠久の時を超えて、私が恐れていた世界がついに訪れてしまったのだ。死の世界が訪れた。青年司祭ブレイブは教団に対して、人々の治療にクリスタルを利用するよう調整した。しかしそれは黙殺され、それどころか教団は街道を封鎖し、辺境の村々を切り捨てたのだ。ブレイブは教団を去った。故郷の村を見捨てた教団に恨みを抱きながら、しかし彼は自分の果たせる役割を放棄したわけではない。まず医学省に在籍していたノルゼンに、役職と原始病研究についてのあらゆる権限を与えるよう手配した。そして教団及びエタルニアの中に後に同志となる仲間たちを配し、独自の情報網を作り、教団内部の情報をいつでも察知できるようにしたのだ。やがて
世界疫病は収束した。しかしそれは疫病が殺せる人間を全て殺し尽くした結果に過ぎない。セカンドパンデミック、原始病が各地の風土病と交雑し突然変異して引き起こす第二の恐怖、それが起きたら確実に人類は滅ぶであろう。ブレイブから託されたノルゼンとその研究チームの長く厳しい戦いが始まった。研究開発は苛烈を極めた。多くの研究者、またその家族が犠牲となっている。ノルゼンでさえ何度も新薬の検体となり五感の一つを失っているのだ。そんな中、ある女性研究者が世界疫病根絶の可能性を猫の因子に見出して死んだ幼い娘ミネットの体に世界の未来を託して、こうしてワクチンが作られ、セカンドパンデミックは回避されたのじゃ。これはグリードがその時の状況を克明に記した手記だぞよ。さて、世界疫病への対応のまずさが露呈した教団はますます求心力を失い、それを挽回すべく大祈祷を宣布し、そしてそれが聖騎士ブレイブの決起につながる。このあたりも手記に書いておいてやろうな。さあ、さらに真実に近づく勇気はあるかの？私は上で待っておるぞよ。
遅かったのう。まあ良いであろう。第四の真実、これは白獅子の受難の話じゃ。聖騎士ブレイブの決起によって、土の神殿、教団総本山、そしてエタルニアの町までもが占領された。教団は聖体としての機能を完全に奪われ、次に軍事力にも着目された。聖教騎士団の解体、しかしそれは意外なことに、グリード・ゼネオルシア、聖教騎士団三重士の家柄からの提言であった。それは同胞を切り捨て、自家とその与党だけは生き残る非常の策。ゼネオルシア家、カムラン家をはじめとする解体容認派の一団は反対派を吸収したのだ。その反対派とは、グリードがあらかじめそう焚き付けておいた教団への忠誠厚い有力な二つの名家、そしてその吸収された二つの家に剣豪バレストラは仕えていた。剣豪ジェロム・バレストラ。押し寄せるゼネオルシア、カムラン両家の兵をたった一人で防いでいた。しかし多勢に無勢、奮戦虚しく、城門は破られ、最後は屋敷も火に包まれてしまった。バレストラは我が子ジャンを従者アンガルドに託し、そして自らは力尽きた。攻め手の一翼を担っていた若き日のニコライは、燃え上がる炎を見上げ何を思ったであろう。自らの主が下した決定に従っただけ。しかしその事実がずっと彼を苦しめた。解体され名ばかりの騎士団に残り続けたのも、聖教騎士団の復活の嘆願書を上奏し続けたのも、ジャンをはじめ優位の者を登用し続けたのも、すべてはあの日の贖罪なのかもしれない。まだまだ白獅子に関わる話は続く。ゼネオルシア家やカムラン家は反対派を潰して奪った財を賄賂とし、ますます栄え、一方聖教騎士団の解体はエタルニアの地に思わぬ災いを生み出した。大勢の軍人が失業し、野党や傭兵となって世界疫病を生き延びた辺境の村々を襲ったのだ。治安の荒廃を憂慮した公国はゼネオルシア家およびカムラン家に私兵の増強を許可し、これを鎮圧させた。両家ともこぞって私兵を集めるのだが、世界疫病を起こした魔女の村を滅ぼした。中にはそんなデタラメな手柄により登用された者さえいる。賊の討伐、そんな名目で焼かれた村が一体いくつあるのだろうか。わかったの？グリードの策謀により、ジャンの、ニコライの、アヤメたちの、多くの者の運命を狂わせ、そしてゼネオルシア家は繁栄したのじゃ。そんな。ユウ、しっかりして。あなたのせいじゃないわ。牽制を欲しいままにし、映画の限りを尽くしたグリードも病には勝てず死んだ。グリードの話もこれでしまいじゃ。彼には存分に楽しませてもらったぞよ。さて、その様子じゃこれ以上は踏み込まぬ方が良いじゃろう。さらばじゃ。楽しませてもらったぞ、私の右大臣よ。Thank you.
Thank you.
これは源泉堂のブレイブリーソードね。思ったより遅かったな。これ以上は踏み込まぬ方が良いと忠告したはずじゃったが、真実その甘美な響きには逆らえんか。そろそろ私の話をしよう。私は陽子と呼ばれる存在である。何者であるか。私は私である。それ以上でもそれ以下でもない。何にも属していなければ加担もしていない。ただ私が望むのは、世界の革新、真の成長を遂げた人々が世界を次のレイヤーへと押し上げる。歴史はそうして紡がれてきた。それが私の望みである。人の成長、それはいかに自分を受け入れ、嘘偽りのない本当の自分になれるかである。逆に言うならば、受け入れがたい、心に秘めたものが大きければ大きいほどポテンシャルがあるということだ。しかし、心の奥底を刺激してやって成長に転化できたものはごくわずかじゃ。何万人と見てきたがの、おおよそほとんどが死よりも残酷な状態になりおったわ。さーて、この中で一人だけまだ心の中を覗いていない奴がおったの。イデア。私の名前はイデア・リー、エタルニア公国元帥の娘。そんな自分の生まれを誇りに思っている。なのに2年半前、私は公国を裏切った。なぜ？やり方が気に食わなかったから。それだけかの？認めさせたかったんだろう、自分の存在を。そんな、特に誰に認めて欲しかったのか言ってごらん。私はお父様に認められたかったんだ。それではイデア、最も深いところまで行ってみようかの。孤独、そなたの心の底の感情じゃ。そんなことない。なるほどの。表面的には元気に明るく振る舞っているが、アニエスにはティズがおる、マグノリアにはユーがおる、オカエにはブレイブがいて、エレオノーレにはグッドマンがおる、エイミーとパネットーネ、ホーリーとベアリング。幸せそうな彼らを見て、自分は孤独に恐怖をしていたのだ。やめて！そなたの相手は言ってしまったからの。イデア、そなたを置いてな。心に決めた相手とは、もう永遠に会うことはできない。それでも彼が決めたことだから見送った。一生、一人で過ごす覚悟はしたはずだった。一生、一人で、誰とも結ばれることなく年老いて、孤独に、死ぬのだ。のう、イデア。会いたい。リングアベル。イデア！リングアベル！ああ、そうさ。またさな、イデア。孤独だって？バカ言え。俺はずっとイデアのそばにいたのさ。あの時も、この時も、その時も。片時だって、イデアのことを忘れたことはないさ。証拠に手帳を見せようか？もう！バカバカ！ごめんな、イデア。さあ、戻ろうか。リングアベル！
なたが。あのリングアベルだったの？ああ、みんな大好き町で噂のリングアベルさ。自己紹介、再会の挨拶は後だ。ようこを追い詰めるぞ。これは、陽子の絵だね。ああ、そして戦っているのが俺たち、次元管理官。次元管理官？なんだいそりゃ。いずれ話さねばならないことだ。落ち着いて聞いてくれ。もっとも、禁足事項が多いから、話せる範囲でということになるが。次元管理官、その名の通り次元を管理するものさ。どういうことかって、そうだな、陽子から説明した方がいいかもしれない。あいつは世界の核心が狙いだと言ったな。核心、そういえば聞こえはいいかもしれないがな、乱暴な話さ。あいつはカオスを楽しんでいるだけだ。しかも、あいつの手口は、罪を利用した悪質なものだ。人の成長は、必ずしもコンプレックスを受け入れることだけじゃないだろ、陽子。源泉堂で接触した後、本部に確認したんだ。あいつは、次元管理局の定めるランク S の要注意ターゲットだ。何でも、46億年も昔からこの星に存在するらしい。 Quite a talker, aren't we? それからそれからと、ともかく俺はあいつを倒したいのさ。すまないが、あいつの捜索を手伝ってくれ。ああ、もちろんさ。ええ、それにしても偉くなったのね、試験監視官リングアベル。そうさ、カンニング犯を逮捕するぞ。俺は奴を倒さなければならない。何としてもな。そう、もう誰もが大事な誰かを理不尽に失わないで済むように。美味しかった。やっぱり仲間との食事は楽しいな。
ずっと単独行動だったから。はい、リンガーベルさん、食後のコーヒーです。あ、ありがとう。お、なだらけすマウンテンか。いい豆使ってるな。じゃあ片付けてきちゃいますね。行くよマグノリア。ええ。あ、まだしてたんだそれ。もう傷治ってるよね。ん？なあ、なんとなくな。ずっと守ってくれてたんだね。ずっと。なんで言わないのよ。こっちの世界に戻ってきたって。戻ってきた。ただいまって。なんで言いに来ないのよ、バカ。ただいまって。ただいまって。言えよ、リングアベル。ティーズまでそんな。言って。リングアベル。ああ、そうだな。みんなにはきちんと言うべきだったよな。ただいま、みんな。おかえり。おかえり、リングアベル。アニエスにも言わなきゃだな。ああ、喜ぶよ、きっと。お前。って、なんでお前が出るんだよ。法王は入浴中だ。その間は俺が留守電係なんだ。しかしさっきは急な腹痛でな、危なかったがギリギリセーフだった。待て、いやいや、そんなのどうだっていい。どうしてお前がイデアのそばに。待てよ、あの夢の中の声。大丈夫だ、元帥閣下とイデアは俺が守ってやる。皇帝オブリビオンの襲撃で大怪我をして動けずにいた俺にそう言ったのは。なんだいそりゃ。男の夢の話は聞いても仕方がないな。そんなことよりアニエスが入浴中だと。は？ああ、超緊急事態なのだ。速攻でこの通信を取り継いでくれたまえ。カメラはオンにしたままでな。さあさあさあ、うん、カメラだと？何のことだ？あっ！リンガーベル、歯食いしばろっか。舌噛むといけないからね。おっと、つい取り乱してしまったな、俺としたことが。リンガーベルはさ、あの後望んだ世界へ行けたのかい？ああ、行けたさ。あれ？でもちょっと待って、あの大穴、なくなっちゃったよね。どうやってここへ？そうだな。あら、興味があるわね。まあ、そのうち話すさ。いずれにせよ、イデア、俺はお前を助けるために。だったらなんですぐに姿を現さないのよ、この白状リーゼント。え、抜けるイデア、ギブ。うん、どうしたんだいユウ。朝食用に取っておいたクロワッサンがなくなってるんですよ、イデアさん。何よ、私は知らないわよ。じゃ、そろそろ行こうか。遅かったの。ようこ、覚悟しろ。覚悟？それはどのようにしてするものぞ、若造。一階では方法の手で逃げ隠れおったではないか。なんの、今回は仲間がいるからな。
リングアベル、ここは私たちに任せて。あんた陽子にやられて万全じゃないんでしょ。ええ、そうですよ。助けられっぱなしも良くないですし。ああ、リングアベルは援護を頼む。次元管理官さん、魔王バースターの力を見ててちょうだい。みんな、わかった。存分に援護させてもらうぞ。準備はいいか？私は一人、何にも属さない。よって名前はないが、陽子。お前らはそう呼ぶの？どれ、さらなる真実を求めるならば、私を倒し、資格を示してみせよ。真実、自分の力で手に入れるものじゃ。俺が守る！必ずな！俺の出番のようだな。野心深き者の末裔、ユー・ジェネオルシア。血塗られた歴史、名門の重圧にあえぐ貴公子よ。世界疫病を引き起こしたトガ人の子、多くの者の人生を踏みにじった大罪人の子、親友や恩人、仲間の運命を狂わせた大悪人の子、そしてそれでも自分の目的に邁進する者よ。良いぞ、それでこそ歴史は紡がれるというものだ。黙れ、初代は初代、父さんは父さん、俺は俺だ。良い、良いぞ。確信をもたらすものとはそういうものじゃ。俺はそんなの望んじゃいない。いいや、そなたは初代当主や父親とそっくりじゃ。確信を望み、理想に燃え、そして涙もろい。そっくりじゃ。黙れ。サンダガに撃たれたかのような衝撃を。
の。それでは進むがよい。この奥に最後の真実がある。遅かったの。いや、これまでの悠久の時の流れを鑑みれば、ほんの20年、そういう意味で言えば早かったの。ユーゼネオルシア、ヴァンダルの話をするにはもっと大昔の話からする必要がある。これは時の彼方の物語。二人の人物が光り輝く対戦で別の世界からやってきた。すぐに私は二人と意気投合し、この世界中を案内して回った。二人は元の世界へ帰る方法を探していたのだが、事件は二人の乗ってきた光の対戦、その実験室で起きてしまった。二人がいた世界の病と、この世界の病が混じり合い、後に、原始病と呼ばれるものが誕生し、爆発的な増殖を見せ、制御できなくなってしまったのだ。このままでは、この星のものすべてが、大好きなこの人の命も危うい。私は、死病の種を我が身に取り込み、固く封印するよう二人に頼み、眠りについたのだ。それから多くの時が流れ、千の時代が過ぎ去った。私の眠る小さな祠は、いつしか神の社として崇められ始め、やがて神殿となった。神殿を扶助した王朝が栄え、やがて滅び、私という存在も忘れ去られ、密林の中に埋もれ、私はなおも眠り続けた。そして今から2400年ほど前のこと。私はファンダルに呼び覚まされた。彼は私の身の上を知り、語ってくれた。今は無理だが、必ずや私の子孫がその死病を無力化する術を見つけ出し、汝を迎えに来よう、と。目に大粒の涙をたたえて、やっとこの冷たい呪縛から解き放たれる。私は男の言葉を信じ、再び眠りについた。そして今から20数年前、グリードが現れたのだ。その野心に溢れた顔つきで、すぐに分かったさ。あの男の末裔だ。私の無言の問いかけに、男は答えた。先祖の約束を果たしに、迎えに来たと。グリードは、自分こそが、迎えに行くものであると、自負していたのだ。しかしその自信は、木っ端みじんに砕かれることになる。私が抱える原始病を根絶すべく、ガテラティオへの移送を計画したというのに、私もろとも船団を海に沈めねば、ガテラティオが、エタルニアが、人類が滅ぶ。彼もまた、目に大粒の涙をたたえていた。ファンダル同様に、すべてを理解した私は、何も言わずに目を閉じた。海水に飲まれながら、私はあの男の叫び声を聞いた。必ずや原始病を撲滅させてみせる。その後のグリードは冷徹であった。一
人としての優しさや脆さ、そのすべては涙と共に海底深くに沈められたのだ。あの娘と原始病に汚染された財宝と共に。父さん。泣くでない、ユウ。私はグリードにもファンダルにも感謝をしておるのじゃ。ファンダルが私を目覚めさせてくれたおかげで、彼女が元気であることが分かったし、グリードの非情な決断により、結果、セカンドパンデミックは食い止められた。グリードとファンダル、二人の野心深き者により、歴史は確かに進んだ、ユウ。次はそなたの番じゃ。楽しみにしておるぞ。みんな、協力、ありがとう。イデア、ありがとう。え？何それ？また会えなくなっちゃうの？すまない。本来次元管理官は、正体を明かしてはいけないんだ。この空間だけは、陽子の管轄だったからな。特例だったのさ。やだよ！もう会えないなんてやだよ！イデア。大丈夫さ。問題ない。言ったろ。俺はお前の危機とあらば、いつだって駆けつけるのさ。リングアベル。マグノリア、一つ頼まれてくれないか。ん？何かしら？陽子は罪を操る存在。この世界から陽子が消えたら、これまで制御されていた人類全体の罪、それそのものが魔物として具現化しかねない。 So that's how it works。 わかったわ、任せておいて。魔王バースターはルクセンダルクの平和を守るのが役目だからね。この世界のどこかにある罪をやっつければいいのね。ああ、きっと石碑的な形になっているはずだ。ティズ、ティズにも一つ頼みがある。ああ、何でも言ってよ。アニエスによろしく伝えてくれ。さて、そろそろ行くよ。リンガベル！なに？また会えるさ。それまで元気でな。石碑的な形になっているか。あれ、どうしたの、ティズ。いや、リングアベルが言った石碑って言葉が何か引っかかってね。陽子がいなくなったことで人類全体の罪が具現化するかもって言っていましたね。一刻も早く世界中の石碑をめぐって罪をやっつけなきゃ。ええ、十分な装備、万全の準備をしていきましょう。石碑ってこれのことかしら。うん、おそらくね。
何の変哲もない、ただの巨大な石碑のようだけれど。気をつけて。何か、巨大な何かが。What in the...石碑から滞在？違うよ、こうだ。石碑から滞在？これはルシファー。人の滞在、傲慢をかたどる者、来るわよ。の力、すなわち七つの大罪、傲慢の力を手に入れたわ。さあ、次の石碑へ。装備よし、心の準備よし、行くわよ。石碑から、石碑から滞在。ちょ、こいつはベルフェゴール。人の滞在、怠惰をかたどる者、来るわよ。Thank you.
ようやく勝てたね。まったく、何なのよこの強さは。ベルフェゴールの力、すなわち七つの大罪、タイダの力を手に入れたわ。七つの大罪、こんな強い敵があと5体も。大丈夫？なんとかねえ。サタンの力、すなわち七つの大罪、憤怒の力を手に入れたわ。七つの大罪、こんな強い敵がまだ4体も。滞在、色欲をかたどる者、来るわよ。
みんな、大丈夫？なんとか、ねえ。アスモデウスの力、すなわち、七つの大罪、色欲の力を手に入れたわ。七つの大罪、こんな強い敵が、あと三体も。滞在暴食をかたどる者来るわよ。大丈夫？なんとか、ねえ。ベルゼブブの力、すなわち、七つの大罪、暴食の力を手に入れたわ。七つの大罪、あと二体ね。貪欲をかたどる者来るわよ。
みんな、大丈夫？なんとか、ねえ。魔紋の力、すなわち、七つの大罪、貪欲の力を手に入れたわ。七つの大罪、ようやく残り一体よ。最後だからね、マグノリアに取っておいたよ。さあ、こいつはリヴァイアさん、人の大罪、嫉妬をかたどる者、来るわよ。クロワッサンの霊像、心して励め、右大臣へ、ですって。ヨーコ。うん、わかった。俺頑張ってみるよ。まったく、可愛らしい暴食さんのこと。イデアが言うか。何よー。